こちらがスペシャルミックスになります。おー、ね、僕も大好きなんです。あ、そうですか、はい、よく食べに行く。美味しいですよ ね。これ最後ね、あのこのタレとうどんやらからで食べるんですね。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。奈良県へおいでやす。どうも、水谷と秋です。はい、本日は奈良県遠征ツアーにやってきました。ほんでこちら奈良県天理市になるんですけども、なんと6月1日にむちゃくちゃ美味しい焼肉食堂というお店がオープンいたしまして、なんとあの三重県亀山市の有名な亀山ホルモンの焼肉がいただけるお店がオープンいたしましたので、やってきました。はい、いい感じのお店ですよ。ということで今から早速向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレスゴー、行ってきます。な、駐車場もありまして登録台止めれますんで、食堂営業時間はこちら、電話番号はこちら、6月1日グランドオープン、行くぞ。ほら、どうぞ。どうぞ。お願いします。どうぞ。ありがとうございます。やっぱりこういうことですね。店主さんが亀山の伊賀食堂の大ファンでしたということですね。なるほど。おお、梅干し。おお。いや、ここね、むちゃくちゃ安いですよ。今日はね、2人前注文してますけども、はい、なんとこれ、1人前でですね、今日の1100円、これ、ホルモンミックス。しかも、焼肉とご飯中と味噌汁がついてるんですよ。これ、むちゃ安いですね。はい。皆さんぜひよろしくお願いします。はい、はい、こちらが、スペシャルミックスになります。おー、何が入ってるんですか。牛バラ、ホルモン、はい、豚バラと3種類のミックスになります。あ、ありがとうございます。はい、はい、オーナーがその亀山ホルモンのファンということですね。はい、そうです ね。僕も大好きなんです。あ、そうですか、はい、よく食べに行く。美味しいですよ ね。これ最後ね、あのこのタレとうどんやらからで食べるんですね。これもホルモンのね、エキスと肉の味と全部入り込んで、むちゃくちゃうまいですね。後ほどどうもします。あ、ありがとうございます。はい、それでは焦げないようによく焼いて。はい、ありがとうございます。はい。うわー、うまそうですね。めっちゃ焼けてきました。なんと今日は、辻総裁も一緒です。いや、今日はね、ちょっとこちらの知り合いの方から、辻総裁を通じて連絡いただきまして、一緒に行きました。うまそうやな、このね、
このタレがうまいそう。いや大量ですね。大量に入ってますねこれ。うわーこれたっぷり入ってますね。あ、ありがとうございます。これ総菜今日はありがとうございます。お疲れです。行くぞ。何も言わない。うわ、キンキン。もういってよ、行ったんだ。よいしょ。死にそうなって。ほら、生地の、ほら、飲みだ。最後、これはもうビールぴったりある。むっちゃね、これビールもキンキンに凍ってて、ね。ほんまに。シャーベットね。シャーベット。最高。これまたすごいボリュームですね。これなんとね、これ2人前なんですけど、安くないですか、こんだけ肉入っててね、これ。結構ね、亀山行ったら単品単品で頼むんで、結構値が張るんですけど、ここはね、このミックスがあるんで、お値打ちですよね。うわ、やばい。はい、ありがとうございます。ご飯超大盛り。はい、皆さん、焼けてきましたよ。この中にはね、なんとね、まず豚バラ、ほんで牛のバラ、ほんで、てっちゃん、みの、はい、4種類が豪華に入ってます。もう今てっちゃんとかみの言ったらね、もう料金が上がってね、かなり高額なんですけども、ここはお値打ちですよ。こんだけボリュームあってね、玉ねぎもたっぷり入ってる。うまそうです。ほんで今日はこれ、本来でしたらセットはご飯の中なんですけど、今日はご飯超大盛り、はい、これ食べました。はい、ほんで締めにうどんです。これをこのタレと絡める、はい、横でほな、食らっていきましょう。うまそう。そしたらうまそうに焼けてきたのでいただきます。はい、うわー、どれもうまそうですね。ほんのうまそうな牛のバラ肉、これをしっかりこう米につけてですね、バリバリうまい。もうこのね、肉も柔らかいし美味しいけど、このタレがむちゃくちゃうまいわ。味噌だれですね。ご飯にも合うし、これはもちろんビールにも合いますね。うまっ。これ米もむっちゃうまい。むっちゃもう米がね、しっかりね、なんていうの、立ってます。噛めば噛むほど甘くてね、美味しいですね、これ。ちょっとホルモン。これ、みんなやな。みのもむちゃくちゃうまい。臭みとか全然なくて、はい。むちゃくちゃ脂、ええ感じに脂も乗ってて。これが奈良でいただける、はい。これ奈良県初でしょうね、きっと。奈良県初です。ね、はい、奈良、この亀山ホルモンを食べれるのは奈良県初ですね。はい。いやー、これうまいわ。なんと玉ねぎは淡路産の玉ねぎ使ってますね。ああ、甘いと思いますよ。甘いですね。淡路島の玉ねぎです。これ肉もいい肉やし、野菜も淡路島産やし、この値段ちょっと安すぎるんちゃいます。もう地域の皆さんに還元するつもりで頑張ってまいりますので。米もうまいです。うまいですね。米もめっちゃうまい。はい、最高。総菜これむっちゃうまいわ。ほんま、初めてやわ、うん、いただきます。はい、これはね、あ、うまっ。うまいろ。なんか柔らかい。うん。柔らかい。ホルモンやね。ホルモンと。はい。玉ねぎも甘い。さすが。それさん、この米食べてみて、めっちゃうまい。うん。ほんまや。合うやろ。これすごいな、この米。うん、うまいろ。うまいって言えよ。全部こだわりやからね。すごい。ね。うまい。これええわ。ほんま。いやー、マジでうまいですね、ほんまに。
ここは人気出ますよ、ほんまに。次は豚バラいきますけどね、豚バラいきます。また豚バラも脂っこくなくてむちゃくちゃもちもちしてて美味しいわ。最高だな。もうホルモンも臭みないしもうたまりません。2杯目はハイボール。米にも酒にも合います。ぼちぼちこれいとこか。これがね亀山焼肉のね名物なんですよ。最後にこのタレと絡めるうどん、これがうまいですよね。皆さん見てください、このタレに絡むうどんですよ。これもうまさに飯手をっすね、これ。いやできてきましたよ。これがね亀山ホルモンの最後の楽しみ、醍醐味ですよね。うわーいいでしょこれ、むちゃくちゃうまそうっすよ。そら行くぞ、見てくださいこれ、これこのタレの絡みよ。これもう肉のうまみがたっぷり詰まった。オーライド麺バーゲームじゃ。うまー、もうなんともええわ。もうほんまタレのうまみと肉のうまみがしっかりうどんに絡んで、これはうまいね、ほんま。これ皆さんもう炭水化物しっかり食べてください。ご飯とうどんセットでむちゃくちゃうまいわ、ほんまに。なんとも言えんわ。うん、いやご飯味噌汁付きっていうのはありがたいですね。わあ味噌汁もむちゃくちゃうまいわ。濃い味付けで出汁が効いてこれはいいね。お味の方どうですか。最後最後ですか。めっちゃ良かったです。このタレがむちゃくちゃうまいですね。ね、本場の亀山ホルモンにも負けないです。ほんま、亀山ホルモンのお持ち帰りを持ってきて研究に研究を重ねて、そうですね。いやうまい、ほんま。ありがとうございます。最後。いやむちゃくちゃうまいでこれ、ほんまに。むちゃくちゃうまい。もうこんなことして。めちゃくちゃうまい。うどんとご飯混ぜたりして、いやー完食しましたよ。むちゃくちゃうまかったです。そこさえうまかったね。うまかったね。これうまって、もううまいし腹パンパンね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでごちそうさまでした。本日はね、奈良の天理にあのむちゃくちゃうまい三重の亀山ホルモンがオープンしたということでやってきましたけど、総裁どうでした。いやめっちゃくちゃうまかったね。初めて見たけど、はい、最高でした。いやいい店紹介していただきました ね、はい、もうほんま亀山に来るよりこっちの方が近いんで、皆さん一回食べに来てください。休みの日にドライブがてらに、ほんまに美味しい、はい、本格的な味が楽しめますんでよろしくお願いいたします。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、せーの、愛してます。ありがとうございました。言えるようになったね。ありがとうございました。皆さんぜひ来てください。ありがとうございました。